りのおしゃべり見聞録アットスプーン第73回目。暑い。暑いですね。なんか本当にこう5月になったぞって途端。ね、はい、途端だよ。本当にもうだからあのじりじり。うん、あのさ、暑いよ。何にも向けてくるもんじゃん。ちょっとなんか頭の中が湧いていいかもしれない。暑すぎて。車に乗ったらさ、もうなんかじりじりするのよ、はいはいはい。夏の太陽。そうですね。なんかさ、もう季節わかんなくなってる。うん。でまたちょっと落ち着くんだよね。みたいですね。とりあえず今日撮ってるのが5月2日になるんですけど、うん、そして今日流すのね、すごいわ。でこれを撮った今日が一応その週の中では最高気温だから30度とか、ね、30度、うん、いくとか夏や、夏日だもんね、30度って、うん、ただの夏ですよ。だからあの体の準備ができてないから、だから熱中症に気をつけましょうみたいなの流れてたよ。怖いね、気をつけて ね、 ね。なんか私何の話すると暑いですねって言った縄跳びの話ね、うん、でちょっと前からやっぱりそのお家にね、はい、いなきゃいけない、うん、不要不急のっていう話になっているので、うん、やっぱりさ、なまるじゃない、体が、ね、体が、うん、でだからといってさ、すごく散歩に行けるかって言ったらさ、まあ、うちの方田舎だからさ、ね、人にまあ会わなければいいと思って散歩にっていうこともまあ、なんかここでも言ったけど、うんうん、なかなかその時間って取れなかったりするわけ、うんうん、30分とかでもさ、本当によいしょって思わないとさ、うんうん、なかなか取れないわけですよ、うんうんうん、で考えたの、はい、縄跳びしようってあの縄跳びってさ、子供の頃以来っていうか、ね、私あのボクシングの選手じゃないからさ、何かこうしてるわけじゃないわけですよ、うんうん、一応アスリートだよ、あの歌い手もアスリートで一応気をつけてはいるのですが、縄跳びは私の中にはなかったんですよ。で飛んでみましたよ、縄跳び買って、うん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 、飛べないって知ってた。いや飛べなくはない、あのね、はい、まずあの何、ロープっていう縄跳びの長さを調整するところが入ったんだけど、うん、で昔ってさ、こう縄跳びの縄ってこう切るなりしないようになって縛って抜けないようにしてっていうやつだったじゃない、はい、で最、まあ、100円ショップだけど、うん、買ったわけですよ、うん、そしたらなんか切って、うん、なんかにクッて引っ掛けて、それだけなのよ、はい、作りがね、まあ、終わって、まあ、そこでまず感心をし、うん、でもあの握りのところなんかクッション材みたいにふわふわしてて、そうなの、柔らかくていいじゃんみたいな縄跳びなのね、うんうんうん、でこうミャーンって飛びました、うんうん、最初ねどうだろう5回、はい、しんどくて飛べないのではなく、はい、縄が多分うまく回せてないの。なるほどね。で私あの、まあ、今バランスを取りかけているけれど、うん、ちょっと体が傾いているわけですよ、うん、体重のバランス、うん、あの何乗せ方のバランスが悪いもんだから、うん、多分その関係だと思うんだけど、左右のバランスが悪いから多分縄がこう、なんていうの、綺麗な綺麗にこう、ね、半円で自分の一番こう何下のところにきちんと当たってなくて、はい、右足が引っかかるの。ああ、なるほど。で必ず右足なの。だからやっぱちょっとこう左に寄ってるのかな。で、もしかしたら右足だけが上がらないのかなっていうのもあったんだけど、うんうん、まあ、そんな感じで飛んだわけですよ。でも偉いもんで、うんうんうん、人間やったら飛べるようになる。で100回がこうとりあえず私の1個の何目安なわけですよ。で通常5回しか飛べなかったけど。でもあ、そうか、ちょっと回すの頑張ってやって、だいたい20回飛べますよって、うんうん、20回を5回飛べば100じゃないですか、はいはいはい、もうしんどかったよ、心臓バクバクするし。で、まあ、飛ぶんですけど、次の日から飛べるの、はいはいはい、ちゃんと。あ、で次の日はだから50回ぐらい飛べて、で50回を2つで100みたいにしておいて、うんうん、もう次の日から100回飛べるのよ。あの、うんうん、自転車と一緒だなと思った、縄跳びは一緒だなって、体が覚えてたりするから、そう、ね、体が覚えてるから記憶を呼び起こせば、体の記憶を呼び起こせばできるもんだというのを実体験したのだが、今日も飛んだらすごい暑かったってね。で、あの心臓の心拍数をパンって上げることで代謝が上がるんだね、うんうんうん、で私は、まあ、あのパーソナルトレーナーに言われているのは、もうあの体がね、どうしても代謝をすぐに上げたいって思うんだったら、そのパンとあの心拍数が上がることをやればいい、はい、要は10秒ダッシュとか、うんうん、で100回飛ぶとちょうどいい感じ、ヒーヒーってなるけど、だからといってすごいもう倒れそうってほどしんどくないし、うんうんうん、で今日はあの
50回ぐらい飛んだらなんかちょっとあのうちの前の道路、そんな車は来ないんだけど、はいはい、生活道路だから来ないんだけど、たまたま駐車する車が入ってきたから50回で一回やめて、うん、次飛べるかなと思ったら120回ぐらい飛べたの。おもうその今日終了、うんうん、無理はしない、ね、だけどやっぱり無理をしないけれどこう自分に合った運動をし続けるっていうのは、まあ継続することが大切かな、ね、たった100回のことだけどまだ分かんないよ。であの100回だけどもしかしたら1ヶ月続けたら、うんうんうん、なんかちょっと腕が細くなったわとか足が細くなったわとか、うん、逆に筋肉ついて脂肪もついてるから太くなったわってあるかもしれないからまたそれも報告できたらちょっと面白いかなと思っている次第でございます、はい。まあ、でも暑いので気をつけてくださいね、うん、はい。キルサマリのおしゃべり見聞録アットスプーンでした。バイバイ。